太平洋戦争時に撮影された、響き、アイテム番号 SCP-1932JP、オブジェクトクラスユークリッド、特別収容プロトコル SCP-1932JP 及び SCP-1932JP-1 は現在太平洋海上のセベレス海、フィリピン海、ソロモン海外に運用中です。対象に設置された GPS により、常に監視を行います。また、対象の周囲 5km 内に5隻の SCPS を配置して対象に民間船舶が接近しないようにしてください。周辺国にはカバーストーリー、軍事演習、ガルフされ、強硬的に対象に接触を試みる船舶は撃沈します。説明 SCP-1932JP は1930年に寄港された浮力型駆逐艦22番艦、響き、です。形状等は太平洋戦争時の状態であり、装備等も損害することが内部調査によって確認されています。SCP-1932JP は太平洋戦争時に収集員によってその異常性が発見されました。SCP-1932JP の収容が外難に引き継がれてからは専用の収容室に収容する予定でしたが、後述する異常性により分解しての移送が不可能だったため現在の特別収容プロトコルが作成されました。現在対象の 80% 近くを損傷させたとしても15分以内に元の状態へと修復されること、また対象内部に損害する物体や生物が破壊、あるいは死亡しても一同時に修復されることが実験で確認されています。また対象内部には燃料が損害していないにもかかわらず、常に8モット前後で自立した移動を行います。さらに特定の場所で対象は爆発を起こし沈没を開始します。ですが連日した異常性により、完全に沈没することはありません。内乱も認知している限りでは主にガダルカナル島沖、ヨレアイ環礁、シルツ海峡を順に移動し、爆発を繰り返していることが確認されています。また爆発箇所への移動経路は決まっているものではないことが確認されています。また対象に乗船した状態で爆発を経験した人物や対象の修復過程を目視した人物には、響きは沈没していない、という記憶の改変が行われます。また実験によりカメラ等の映像や写真を通して見た場合は連日の記憶改変が行われないことが確認されています。かつての、響き、乗組員の証言によると、一度キスカトゥ近海で空襲を受けたが、なぜか沈むことはなかった、とのことから。対象の異常性は1942年のキスカトゥ近海を航行中の時点で損害したものと思われます。これらの異常性から収集員は帝国政府と共同で、響き、と同一形状の船を作成しその船を賠償艦としてソビエト連邦に引き渡していたことが文献により発覚しています。事件記録 SCP-1932JP。1965年に巡視船室との栄光により、呉港から千葉市稲毛海岸へ開港中だった元ウクル型海防艦、シガ、と、SCP-1932JP が接触しました。その際、シガ、との距離は約 30km に及んでいましたが SCP-1932JP は、シガ、の方向へと一直線に移動を開始しました。その接触後、シガ、の SCP-1932JP と同様に修復され後自立行動を開始したため、対象との接触でその船も同じ異常性が発動することが判明しました。現在、シガは SCP-1932JP-1 とされており、巡視船室に乗船していた人物には A クラス記憶処理が行われました。その後、シガと同形状の船を作成し千葉県に引き渡したことにより事態は収束しました。SCP-1932JP の爆発箇所には必ず戦争時の船が沈んでいた。また SCP-1932JP-1 となった、シガ、
は戦後長く残った船の一つでもある。この二つから推測して、SCP-1932JP は仲間の元に行きたい一心で爆発を繰り返し、海洋をさまよい続けているのではないだろうか。平尾博士、大将、氏、駆逐艦、響き、桃とのウィクミーン。インタビュアーエージェント。それではインタビューを開始します。3、あの日あったことについて詳しく教えてください。ああ、あの日か。確か、暁、と一緒に高校してたな。それでその時にちょうど B-247 だったかな。そいつから攻撃されたんだ。その際、響き、は沈没しなかったんですか？した、と思うだろ？俺も最初はそう思ったさ。でもな、まだまだ死ねねえと思ってよ。祈ったんだ。どうか、沈まないでくれ、ってな。それはあなただけですか？いいや、そこにいたやつみんなでさ。そしたら急に、響き、が光り出してよ。気がついたら受けた傷は元通りになってたってわけさ。なるほど、他には何かありましたか？その後も何回か攻撃を受けたんだけどよ、その度傷が修復されるんだ。これはもう俺らに神様が味方してくれたって思ったよ。ありがとうございました。ではこれにてインタビューを。あ、そうだ。どうされました？なんかよ、最近よく、響き、の夢を見るんだ。海の上をさ、あいつがポツンと動いてるんだよ。夢だからまあそんなことはないんだろうけどよ、俺は今でも、響き、は動いてると思うんだ。もしそうだとしたらあいつには悪いことをしたな。どういう意味ですか？だってよ、仲間もいねえのによ、海の上で一人ぼっちなんて寂しいじゃねえか。